こんにちは、証券ママです。今日はですね、蒸しパンを作っていきたいと思います。レーズンとココアマーブルと2種類作っていきたいと思います。それでは材料です。まずですね、ホットケーキミックスですねを 150g、 卵1個、牛乳 100cc、 それにお砂糖ですね、砂糖を大さじ2、それからサラダ油を大さじ1、それからですね、今日はレーズンですね、レーズンをこれ 15g、 それからココアパウダー、これ純ココアパウダーですが、これを小さじ2分の1から3分の1くらい入れていきます。それからですね、こういったあのシリコンカップに、こういったベーキングカップですか、これをちょっと入れて、これを6個用意してください。今日はこれをですね、蒸し器で蒸していきたいと思います。材料は以上です。はい、それでは作っていきます。まず作る前にですね、あの蒸し器にですね、火を入れて蒸気を上げておいてください。生地がすぐできてしまうので、先に蒸し器の方を蒸気を上げておいてください。はい、それでは作っていきます。まず卵1個ですね、卵1個をボウルに割り入れます。はい、卵1個入りました。それからですね、お砂糖を大さじ2入れます。はい、お砂糖が大さじ、はい、砂糖大さじ2入りました。それから牛乳ですね、牛乳 100cc も入れます。はい、そしたらこれをよく混ぜていきます。よく混ざりました。そしたらばですね、ホットケーキミックスですね、これを一気に入れちゃいます。ホットケーキミックス 150g です。これを一気に入れます。はい、混ぜます。ここでですね、あの泡立て器でもいいんですけれども、あんまり混ぜすぎちゃうとね、膨らまがなくなっちゃうんですよ。なので私はヘラでやります。ヘラでよく混ぜます。はい、こんな感じに混ざったら、今度はサラダ油ですね。サラダ油をですね、大さじ1入れます。はい、サラダ油大さじ1入りました。はい、そしたらまたよく混ぜます。はい、サラダ油が大さじ1入りました。はい、そしたらですね、そのココア生地の方にを作っていくんですけれども、マーブルココアっていうかマーブルにしたいんです。ココアマーブル蒸しパンを作りたいので、こちらの生地の中から大さじ2ほど別のボウルに取り分けます。
はですね、先ほどのココアパウダーですね、これをですね小さじ3分の1から2分の1なんですが、この生地に混ぜます。どのくらいかな、ちょっと多かったかな。これでこれはよく混ぜてしまいます。もう少し入れますか。様子を見て、だいたいこれで小さじ2分の1ぐらいでしょうかね。小さじ2分の1ぐらいのココアパウダーと大さじ2の生地ですね、これをよく混ぜます。はい、よく混ざりました。こういったシリコンカップに生地を入れていきます。はい、じゃあ入れていきます。はい、このように生地を全部入れました。ですね、このねプレーンの方はこれただ上にレーズンを乗せていくんですが、こちらはココアマーブルにしたいので、先ほどのこちらの大さじに取り分けておいたこの生地をこの上に乗せていくんですけれども、だからこちらのココアマーブルの方は気持ち生地を少なめにしておいてください。そして先ほどの生地を乗せます。適当に乗せます。ココア生地を乗せました。そしたらはですね、ココア生地の方はこういった竹串でですね適当にこう感じかな、マーブルにしてください。こちらもはい、こんな感じにマーブルにしました。そしたらばですね、こっちのプレーンの方には普通にレーズンを上に乗せていきます。はい、そしてですね、レーズンの方はこれ結構ねレーズンがね蒸してるうちに上に上がってきちゃうから、ちょっと沈めるやつとそうじゃないのをこうやってちょっと軽くいくつかを沈めますね。
はい、こんな感じでしょうか。そしたらばですね、今蒸し器に、湯気を上げているので入れていきます。今このように蒸し器の蓋にこうやって布巾をこう巻いておいてください。湯気が落ちてしまうと綺麗にできないので、今湯気を上げておきました。一回火を止めます。やけどするのでね、熱くて湯気出ますよ。おっと、はい、蒸し器に湯気を上げておきました。そしたら先ほどのですね蒸しパンを入れます。熱いので必ず一度火を止めてやってくださいね。やけどしちゃいますから。フライパンでもできますけれども、やっぱり蒸しパンは蒸し器でやるのが一番私は美味しいと思います。はい、このように入れました。そしたらば蓋をして強火で、そうですね、中火から強火で15分ぐらい蒸していきます。じゃあ火つけます。強火で15分です。はい、じゃあ15分蒸していきます。はい、15分経ちました。じゃあ火を止めます。さてどうでしょうかね。ちょっと湯気がいっぱい出るのでカメラが曇っちゃうかもしれません。はい、こんな感じに蒸し上がりました。美味しそうです。はい、こんな感じに蒸し上がりました。綺麗なマーブルが出てますね。レーズンはなんかちょっと端に寄っちゃったのもありますが、美味しそうにできました。熱々をぜひ食べてください。ただ混ぜるだけなのでとっても簡単なので作ってみてください。できれば蒸し器を使った方が美味しくできると思いますが、フライパンでもできます。はい、蒸しパンが出来上がりました。レーズン蒸しパンとココア生地をのせてマーブルにしたココアマーブル蒸しパンの出来上がりです。一つの生地で2種類楽しめるので、皆さんもよろしかったら作ってみてください。ホットケーキミックスでとっても簡単にできるので、ぜひおやつにいかがでしょうか。こんな感じです。マーブルも綺麗に出ています。それではちょっと1個食べてみますね。こういった感じです。はい、こんな感じにふわふわにできました。ちょっと食べてみますね。こんな感じです。ふわふわです。うん。甘さもあまり甘くなくてちょうどよくてとっても美味しいです。よろしければ皆さんも作ってみてください。皆さんいつもありがとうございます。また遊びに来てくださいね。バイバイ。またね。証券ママでした。